こんにちは。こんにちは。こんにちは。第1弾の弁当売れましたね。好評に。ありがとう。第2弾で。はい。楽しみですね。ね、本当です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですけれども、クルマメのカツ、アルミ米を、まあ、茶飯にしました。おで、あとは山菜を使用しているので季節感を出しているというところが特徴になるかなと思います。すごいね。わあ、罪悪感。クルマメですよね。いただきます。いただきます。じゅわっと旨味が出てきますね。茶飯、ツヤすごいですね。お出汁ともよく合うアルミ米。じゃあ、僕の方もいただきますね。うわ、本当に綺麗な、このクルマメ、いただきます。味が染みてる。衣替えしたアルミ米の一口、最高です。中山さん、はい、ありがとうございます。これ時間も考えたの？いや、すぐ食べてたじゃん。そう、天才じゃん。いやー、でもこんなに再現されるとはこの時期びっくりです。はい、アルミ米コロボ弁当の第2弾の発売日なんですけれども、2月19日土曜日からの発売となります。魚六次第浜店を除く全店で販売の方させていただきます。売り場にはこの旗が目印になっていますからね、ぜひぜひ皆さんこちら目指してきてください。アルミ米コロボ弁当を食べて J1 に行くぞ。おー。